吉田さん、お疲れ様です。スーパーファミコンじゃないですけどもね、古いゲームの方が私も性に合ってるんですよね。特に小学生の頃にやり損ねたゲーム、例えばこれ、アストロウォーズって言ってね、当時でいう LSI ゲーム、当時の最先端です。これがね、高値の花で8800円もしたんですよ、消費税がない頃。でこれを持ってる、買ってもらえる家庭っていうのは限られていたんですよね。だから交友関係広めておいて、誰かが買ったやつをちょっとね、たまにやらせてもらうって感じだったんですよ。これね、今だったらもうメルカリでスパッと買えます、いくらであろうと思う。で今のはまだね、可愛い方ですよ。次これです。よくこんなんあったなと思う箱付きスペースベーダーって言ってからね、当時はインベーダーゲームしかゲームがなかったんで、その似たようなやつがバンバン出てきてたんですよ。でこれすごいでしょ、パッケージが絵なんですよ、もうすでに写真じゃなくてね、八方に入ってて。だから開けてみますよ、スペースベーダー。そうするとここに説明書が書いてあるというね、プラモデルか、ガンプラかみたいな感じですよね。でこういった紙にちょっとね、説明書きがあるんですけど、もろ手書き感があるというね、まあ印刷物ですけども。で当時のまんまの包装紙、普通のプチプチとこう紙とね、取りますよこれ。むちゃくちゃ貴重品ですよこれ。これね、電源どこだ、これか。電源とこのレバーとこれしかないというね。電源入れますよ。何の音か分かんないですよね。もうね、下に自動的に動く飛行機があって、うるさいな。下に自動的に動くね、物理飛行機があって、上に自動的に動く物理インベーダーがいてね、でこれでパンパン弾くだけというね。当時これもまあインベーダーゲームってゲームセンターに行けない、もしくは行ってもねお金がない人が家でこういうのを買ってね、まあインベーダーゲームの代わりに楽しんでたんでしょうね。電源切ってもうっすらとね、これキャラクターが見えるわけですよ、ここに。だ物理戦闘機と物理インベーダーですから。だから電子じゃないんですよ、動くのはモーターなんですけども。何が面白いんだっていう感じですけども、懐かしさのあまり買ってしまいました。いやすごい貴重品ですよ。でもね、こういう風なね、ゲームそのものを楽しむというよりも、当時の自分の気持ちに寄り添ってそれを楽しむみたいなね、ゲームそのものの楽しみじゃないんですよ。もうすでにプレステとかあるんですよ。プレステ4って買ったっきり電源一回も入れずにずっと置いてあるんですよ、やんないまんま。やっぱね、ちょっと性に合わないんですよね。なんかね、こういったゲームウォッチじゃないですけども、あれぐらいのがちょうどいいですね。だから多分今50代とか60代でメンコとかベーダマをもう一回、ベーゴマか、ベーゴマをもう一回やりたいなみたいな、両津勘吉みたいな気持ちじゃないですか。ということでございますよ。何が幸いするのか分かりませんね。いってらっしゃい。